今日も長い一日が終わりそうな10時40分今は一人カフェって言ってもホールフーズっていうスーパーマーケットの2階のカフェコーナーにいます。もう閉店間際なんですけど、そこでスクリプトを読みつつ、昨日行ったオーディションでもう一回呼ばれて、明日コールバックって言うんですけど、そうやってもう一回呼び出してもう一回2回目のオーディションになるので、今日その台本、明日読み合わせをするところの台本がメールできて、プリントアウトして今か、カフェで読んでるところなんですけど、でもなんかわからない単語とかが結構あって、家だとルームメイトがいるからと思って来たんだけど辞書を忘れちゃったので、やっぱり家に戻ってもう一回辞書を引きながら読み練習をしていかないとなと、いうところで、明日に向けて、まだ何時間か眠れそうにもないけど頑張ります。ではでは。